はい、今回はうるせえやつら第5話が放送されましたので、振り返りや旧作との違い、まあ良かった点などをねピックアップしていこうかなと思います。前回ね、第4話では令和版の鞍馬姫が登場し、1話でこううまくまとめられて見られたのは良かったですね。声優陣も豪華すぎるなど、新しいうるせえやつらもだいぶ馴染んできたかなと思います。旧作もねたまに見返したりするんですが、まあいいところを抽出してリメイクされてるなとね感じますね。そんな今作の第5話では、原作、旧作でもかなり人気なエピソードが再現されていましたが、皆さんいかがだったでしょうか？これぞね、ドタバタの中にある良さだと思えるエピソードをね、振り返っていこうと思います。むしろね、ドタバタというよりはこれがね、本当の本質だと思っています。ぜひ皆さんのご意見やご感想などあればコメントしていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。電動コテンチャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンププラス関係などジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると電動も頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。今回のエピソードは2部構成となっていました。原作もほとんど準拠しているのが最高でしたね。一応原作の方も確認してみたんですけれども、大体大枠一緒だと思います。もちろん違うところ細かいところはあるんですが、もうそれ以上にねやっぱこの辺はねストーリーが良かったです。ではまずね、エピソード5のまあ A パートですね、愛と闘魂のグローブというお話ですが、保健室さくらがね赴任してきて、まあ、興奮したあたりや男子生徒たちがあしらわれる中、ボクシング部がね怨念に宿ったグローブを持ってくるというエピソードです。それをあたるが着用してしまい、ラムを殴ろうとするというねエピソードなんですけれども、非常にこれ良いですよね。そしてこれからのこの B パートがまた良かったです。 B パートも君待てども、まあ、こうタイトルでねおってなった人も多分多いと思います。こちらね、まあ、女子生徒に人気の面倒に、こう、一泡吹かせるために、まあ、コウスケたちは、アタルにね、偽のラブレターを送るというエピソードです。で、自慢するアタルはね、怒りなくラムだったりとかね、差出人が実在するか、かける面倒。アタルはね、差出人とね、待ち合わせをするんですけれども、この先のエピソードがすごい良かったということになっています。で、これ前半のね、愛と闘魂のグローブなんですけれども、桜が保健室の先生として登場すると、なんかこう、安心する気がしますよね。で、このイメージが結構強いです。もちろん、巫女さんもあるんですけれども、前半ではね、こう、怨念の宿ったグローブでラムを殴ろうとしても、しっかりね、こう自分のポリシーをね、貫き、ボコボコになる姿が何とも言えませんよね。結構これ注目ポイントなんですけれども、まあ、ダーリン大丈夫と声をかけ、アタルがラムちゃんを視認するシーンがあるんですけれども、ラムがね、怪我をなくて無事なことを確認するシーンがあって、そっから桜先生を見るんですよね。この描写をね、目の中に映るラムが出てるんですけれども、めちゃくちゃいいですよね。ここを見せることによって、こうやっぱラムをね、ラムに怪我をさせなかったからいいっていうのを確認してから、桜先生に飛びついていくというね、これもまさにアタルのね、こう神髄がね、ここに見れますよね。そして後半なんですけれども、まあ、原作でも屈指の温かい感動話となっています。まあ、ラムの一途な愛から来る優しさと、初めてラムを可愛いと感じてね、素直なアタルの気持ちが現れるとてもいい話だと思います。ラストシーンでもめちゃくちゃいいですよね。もうこれぞラムとアタルの関係で見どころというか、普段こう距離感があるからこそがポイントなんですよね。令和版もね、雰囲気とかアタルもラムちゃんもめちゃくちゃ可愛かったですね。この回こそでも見てもらいたいと思える2タイトルでした。ラムがアタルをしっかり好きな理由と、アタルもラムに対して実は特別な存在であることを知れるそんな回でしたよね。細かい部分だと当たり前だと思われがちですが、まあ、紙のラブレターだったりとか、喫茶店での昭和な雰囲気なんかもいい感じでしたね。あと3000円でって部分も、今じゃカフェだと3000円ですぐ行きますけれども、この時代だと3000円でね、結構豪遊できるんですよね。何よりこの回を早めに持ってきたのは、ある意味正解だったと思います。もちろんこれ公開される前っていうのはもっと後ろでも良かったんじゃないかなって言われてるんですけれども、もっと引っ張る方がいいと思いましたが、テンポの速さを考えると、この4話分でしっかりこう、ラムとアタリの感覚を見せておいて、5話目でこれをね、持ってくる。まあ、これ以上伸ばすとね、今回のレア版を見ている人からすると、まあ、若干飽きてしまうかなと思いました。これぞうるせえやつの真骨頂と言っても過言ではないと思います。細かい部分にも調整されているし、新生うるせえ奴ら個人的にめちゃくちゃすごいなとこの回でね、より深く感じました。この回をきっかけにラムちゃんだけでなくて、アタルとラム二人の関係を見ていける、そんな神回でしたね。そして次回は三部作となっていて、弁天お雪の登場回となっています。この二人がね、もううるせえ奴らの中では代表的なサブキャラなので、めちゃくちゃ楽しみです。さらに盛り上がりを見せるうるせえ奴らですが、今回のエピソードがまた日々のドタバタをね、いいものにしてくれると思います。ぜひ皆さんの感想だったりとか、ここが良かった、原作でここがあった方が良かったとかね、その他もろもろコメントとお待ちしております。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。